ケン山本です。どうもです。今日もね、朝っぱらから空港にいるんですが、朝のね8時の飛行機だったのに今ね11時ですよ。まあフィリピンっていうのはね、本当にとにかくね飛行機が遅れるので有名ですよね。ちゃんと飛んだのってね結構少ないですよね。8時の飛行機でもう11時で、しかもまたね、またディレートって書いてますよ。もう参っちゃいますね。まあそんなこんなでですね、今日もね一緒に解剖の勉強をする時間ができちゃったというかね、まあ待つという時間がですね人生で一番無駄な時間ですよね。まあこの時間に何をするのかっていうのがまあ一つのまあテーマというかね、並ぶのとあと待つっていうのがね本当嫌ですね。まあよく皆さんのんびりとね、まあ、待ってますね。まあ、これが逆に言うとアジア人のいいところではあるんですが、まあ、忙しい忙しいってやってる、まあ、日本人だとかそういう、まあ、文明的な国はやっぱりちょっとイライラしちゃいますよね。まあ、イライラしないで今日も買い物勉強しましょう。で今日のお話はですね、脊柱起立筋になります。脊柱起立筋って、3種類あるのを皆さんご存知でしたか。外側から腸肋筋といって、腸骨から、肋骨にくっついている筋肉、その次が最長筋といって、まあ、仙骨の方からですね首の方まで行っている筋肉、そして、もう一つがですね棘筋といってですね、胸椎のあたりの棘突起の横にこうくっついている、ね筋肉、この3つ合わせて脊柱起立筋と呼んでるんですが、教科書的には、体幹の伸展とかね、側屈もしくは、まあ、回線でも使うなんてことは記録聞いた教科書には書いてあるんですが、でもそれってベッドの上だけの話で、まあ、ベッドの上だけの話ってまあちょっとエッチな表現になっちゃうんですが、なんていうか腹外というかね、なんていうかその時だけじゃないですか。じゃあ立った時はどうなのっていうことは教科書には全く書いてませんよね。教科書的には、まあ、ベッドの上だけの話しかまあなんか書かないっていう主義なんでしょうかね。立った時に脊柱起立筋はどんな役目をしているのかっていうと、まあ皆さん脊柱起立筋は体幹の伸展、つまりのけぞる動作の筋肉だっていうふうに考えていらっしゃるので、立った時にのけぞったら、まあそれは脊柱起立筋を使うんでしょうっていうふうに考えている人が多いんですが、実はその時はね脊柱起立筋使ってないんですね。立った時からのけぞる動作っていうのは、まあなんていうか抵抗運動であれば、もちろんこうレスリングみたいにね、こうジャーマンスプレックスみたいな、こうスプレックスっていうかこう後ろにね、投げ飛ばすようなそういう技があるんですけども、そういう時っていうのはもちろんその脊柱起立筋を使うんですが、通常何も持ってない状態で後ろにこう体をねのけぞるような運動をしてもらうと分かるんですが、脊柱起立筋を触りながらやってもらえば分かるんですが、脊柱起立筋は全然働かないんですよ。逆にスイッチがね切れるというか、緊張がなくなりますよね。じゃあどこが緊張してるのって言えばですね、腹部の方が緊張してくれてるんですよ。腹部の前面の方が短縮してくれるから安心して後ろに反ることができるみたいなね、まあ、そんな感じなんですよね。なんですが脊柱起立、まだディレイトですよね。あと4分で11時なのにね、まだディレイトって書いてますね。まあ、本当にしょうがないな。何の話をしているのかっていうと、なんだっけ、あ、そうそう、腹部の緊張があるから後ろに反ることができるということなんですよ。それがなければもうストンって、もうストンってこう後ろにこうひっくり返っちゃうみたいな、そんな感じになりますよね。実際に脊柱起立筋を持った状態で後ろに反ると分かるんだけれども、逆に後ろに反ろうとすると休憩していますよね、筋肉がね。まあそんな感じなんです。で、じゃあ脊柱起立筋はどんな役目をしているのかっていうと、立ってる時に前にねかくってこう倒れないように実は脊柱起立筋が緊張する役目を果たしてるんですね。なので、前屈防止というか、まあ、そういう状態で、役に立っているわけです。さて、今日のね面白いところはここからで、EMG っつって、その何だっけ、筋電図の検査ってあるじゃないですか。あれって、前屈していくと脊柱起立筋は緊張していくんですが、
ね、45度を超えるとね、EMG 的にね、EMG だっけ、筋電図的にね、反応しなくなるっていうんですよ。つまり、45度までは面倒を見てくれるけど、そこから先は、もう脊柱起立筋のもともとのね、長さで、こう、なんていうか、緊張がない状態というか、まあ、起立筋は働いてるというよりも、ただ単に、まあ、ストレッチをしちゃってる状態っていう風に変わるみたいなんですよ。なので、延長緊張のスイッチが切れるっていうのがね、面白いなと思って、その記事をね、取り上げて今日お話ししてるんですが、45度までは脊柱起立筋が、それ以上前に行くなっていう感じで、頑張ってくれている。でも、そこから先はぶら下がっちゃってる感じ、持たれちゃってる感じっていうか、まあ、そういう感じになってるようなんですよね。これって面白くないですか？面白いのは俺だけかな。まあ、とにかく、こうしてですね、待ち時間を有効に使うっていうのがとても大事ですよね。そんなこんなで、多分ね、もう3時間待ってんだけど、まあ4時間目に突入しましたね、どうやら。そんな感じで、僕はですね、次の年に向かって、患者さんが待ってますので、行ってこようと思うんですが、もうね、すっかり着いて、もう お迎えに来てるはずなんですけどね、なんか申し訳ないですね。向こうの都市の患者さんに本当に申し訳ない。まあ、とにかく、空港から、フィリピンの空港から、ケイヨンの元がお送りいたしました。また解剖のお勉強で、YouTube 動画でお会いしましょう。それではまた。